はい、こんにちは。クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はラウンド1ビッグぬいぐるみ完全攻略というタイトルでお送りしていきます。それでは、参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りの方は8月26日土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますのでご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はね、まずはこちらのね、寝そべりのね、ロッツを狙っていこうと思うのですが、このロッツを見てください。お尻にタグがあるんですよね。これね、初期位置でタグ丸見えです。というわけで狙っていくんですが、このね、筐体ね、トリプルの新しいやつなんですね。この台、アームが降りるときすごい早いんですよね。なのでね、アームのブレがすごくてね、正直タグ掛けには向いていないなという印象が私あります。ですがね、まあまあとりあえず狙ってみようかと思います。もう一度いきます。でね、アームのサイズもちっちゃいんですが、さらにね、これね、あ、これ、ズポシ、ストップズポシ、さあ、ここからどうだ？爪の角度が悪くて全然引っ張ってきませんでしたね。でね、アームサイズもちっちゃくね、傘、タグまでがちっちゃい、約直径1センチぐらいのタグでね、そしてさらにね、距離がめちゃくちゃあるんでね、めっちゃ難しいです、こちら。はい。という感じでね、ちょっとこれも失敗したのでね、もうここはちょっとタグ鍵ね、今回ちょっとね、こだわらずにいこうかと思います。はい。でね、この、基本的にこのくったり系はね、寄せで攻略できますんでね、今回はね、このロッツを寄せでゴリゴリ寄せていって攻略していこうかと思います。というわけでこれ、下半身持って寄せていこうかと思うのですが、さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。お、いい感じですね。やっぱね、アームサイズがね、少しちっちゃいんでね、寄せとしてはね、弱いんですが、今回、ちょっとだけ、手と足ですね、シールド乗りましたね。少しですが、寄りました。はい。というわけで、もう、はい、これ、ゴリゴリに寄せているのですが、さあ、どうでしょう。持ち上げないですね。このね、この新しいタイプね、3本で掴まないとね、なんか反応がすごい悪いんですよね。私の感覚としてね。ということでね、もう一度行きます。ただね、ここからね、ぐにゅっとね、寄せることができれば、全然ですね、寄せることができればいいんですが、ちょっと無理そうなので、今度はね、3本アームでしっかり持てる位置で、ギリギリシールドを寄せていきます。はい。シールドの内側に入らないように、ギリギリ。これ見てください。本当にギリギリでしょ。ここでさ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。来い来い。まあ、悪くない。ただやはりね、寄せれてないんですよね。景品に対してアームを寄せれてない。ほとんどね、真ん中持ちになってるんでね、やはり、この持ち上げて落とすだけという状態になっております。なかなか難しいですが、ここもゴリゴリで寄せるのですが、これね、これね、ちょっと頭をね、こうシールド中側にこう、ズブってね、ぬるっといけたらね、それを2回か3回繰り返すとね、徐々にこういうね、角度をかけれるんですがね。というわけで、今度もう先ほどと同じように、3本アームギリギリのところを狙っていきます。今度はね、奥アームがね、ちょっとギリギリに狙わないといけないんで、ほとんど真ん中持ちなんですが、さあ、どうでしょうか。おーっと、来ました。くったり系あるあるですね。アームがね、力抜けてるんですが、少しこう、アームに絡む習性があるんですよね。はい、というわけで、ここ、寄せていきます。ここはね、さすがに頭がシールドにしっかり乗っているので、ゴリゴリで寄せていきます。イメージとしてはね、もう頭をね、こう、取り出し内側にこう、ぬるんと落とせばいいんですが、さあ、どうでしょうか。はい、無事に抹茶がくるりんぱじゃない寄せでゲットでーす。はい、リプレイで見ていきましょう。すいません、くるんってなったんでね、ちょっとくるっていうのが頭に入っちゃいました。はい、というわけでね、ここゴリゴリ寄せです。そしてね、ここからぐぐぐっと持ち上げてね、まあ、あまり持ち上げなくてもよかったんですがね、本当はね、頭をね、ぬるってしたかったんですが、ここちょっと焦りましたね。ですが、ギリギリ重心の頭が取り出し口側に、ぐるんとね、入っていきましたね。はい、というわけで1000円。まあ、1000円でやれば全然いいと思います。はい。というわけで、ロッツを1000円でゲットです。はい。というわけで、すごいなと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。続いていきましょう。こちらね、隣の台で半魚のありました。こちらも狙っていこうかと思います。こちらもね、基本的にね、アームサイズは大きいんですがね、くったり系です。なのでね、寄せていこうと思ったのですが、さあ、どうでしょう。はい。これ、パワー設定が完全に間違えております。というわけで、即撤退ですね。はい。そしてこちら、ラウンド1限定のね、恐竜時代の恐竜さん狙っていこうかと思います。
このね、恐竜さんね、基本的に攻略かなり面白いです。楽しいですね。で、理由としてはね、まあ、横長景品なのでね、だからその、横長景品攻略法を使います。そしてこの恐竜ね、微妙にね、手、縫われております。なのでこれ手に今引っ掛けていこうと思ったんですが、若干狙いが悪かったですね。というわけで、もう一度手を狙っていこうかと思います。さあ、どうでしょう。そしてね、この恐竜ね、あとタグもあるんですよね。なのでね、いろんな攻略法があるんでね、ちょっとやってて楽しいんですが、とりあえず今回は手に引っ掛けていきます。ストップボタンで、さあ、どうでしょう。どうだ、これは入っているように、あ、入りました。入ったんですがね、ね、閉まる軌道でね、スクッと入ったんですが、さすがに重たくてすぐ抜けちゃいましたね。うん。もう一度行きましょうか。ね、もう一度行きます。はい。もう一度ね、手に引っ掛けていこうかと思います。さあ、どうでしょうか。一応狙いとしてはね、この手とお腹のね、縫い目、縫われてるね、紐を狙っております。紐にね、爪が引っ掛かるとね、こう、結構パワーを発揮してくれるんで。さあ、これもどうでしょう。あーねー、うん、これね、ちょっとアームが揺れちゃってすぐ抜けちゃいますね。はい。というわけで、ちょっと手は厳しそうなので、一旦頭掴んでいきましょうか。頭を掴んで、まあ、寄せるなりね、景品を奥にしてね、ちょっとまた下半身を狙うなり。まあ、私のこの恐竜時代の狙い方としては、基本的に、ね、下半身を取り出し側に向けていきます。理由はね、やはりタグがあるんで、そのタグを狙っていきたいんで。さあ、どうでしょう。お、いい感じですね。これ見てください。お尻のタグ、尻尾についているタグが丸見えですね。というわけで、狙っていこうかと思います。さて、これね、タグ自体は大きいんですが、アームはちっちゃく、距離はめちゃくちゃあるので、さあどうでしょうって、これ来ましたね。はい、一撃突っ走して決まりましたよ。はい。さあどうでしょう、ここから、どんな反応を見せてくれるでしょう。さすがに抜けちゃいましたね。ちょっと困りましたね。残念ですね。はい。ですが、まだ見えております。はい。タグ書きはね、何かが起こります。はい。というわけで、もう一度いきます。もう一度、お尻のタグ狙っていきます。これもね、つける角度としては、消えやすいんですが、さあ、どうでしょう。はい、でもストップずっぽし、一撃です。2回連チャンのタグ書き、さあ、ここからどういった反応を見せてくれ。あれあれ抜けちゃいましたね。なんだ、今の。せっかくかかったんですが。ですが、ですが、もう一度いきます。はい。外れてませんからね。入っているんで大丈夫です。狙いは間違えてもありません。あとは、いい反応を見せてくれ待ちなんですが、さあ、どうでしょう。これも、タグを狙っていきます。左アームで、ここですね。ここから、さあ、どうだ。はい、これも尻尾滑らせながら、はい、決まりましたよ。さて、ここから引き上げてこい。さすがに3回目だぞ。さあ、って、来た来た。来た来た、おーっと来ましたね。最後までフィニッシュはできないんですが、これ見てください、この大きな恐竜シールドに立てかけることができました。というわけで、続いてここクルリンパでいきます。この恐竜ね、重心は下半身なんでね、クルリンパいきます。ですが、これ気をつけてほしいのが、アームをね、土にかけるのが危ないんですよ。さあ、どうでしょう。あーアームから抜けていきませんでしたね。これね、アームがね、口の間に入っちゃうとね、もう完全に録画かかって引き上げちゃうんですよね。はい。というわけで、もう一度一回つまみ寄せていきます。ちょっとシールドから軽く落ちてきちゃってるんでね、下半身をつまみ寄せて、シールドの背を狙っていこうかと思います。さあ、どうでしょうか。さあ、来い、ここから。おー。おー。キープしてくれましたね。はい。というわけで、ここはいきますよ。クルリンパで決めていきましょう。先ほどよりかなり角度ついてますね。ここまで立てかけないと厳しいんですね。っていうぐらいね、シールド今回ちょっと高い設定になっております。さて、今回は口に引っかかっても多分大丈夫とは思うのですが、さあ、来たー。はい、バッチョが無事にクルリンパでゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。来ましたね。今回ね、これ、ひっくり返した時にね、下半身が取り出し口側にね、完全に落ちると予想しました。なので、奥アームがね、仮に口にかかったとしても、重さでね、落とすと思ったんですよね。ですが、まあ、結果的にはね、口には引っかからなかったんでね、それがまた良かったかと思います。はい。というわけで、超ビッグな恐竜時代、ラウンド1限定の恐竜さんも、1000円でゲットです。はい。というわけでね、本日はね、超ビッグな景品をね、2種類攻略してみました。まあ、基本的には寄せですね。寄せとかタグ掛けをやっぱりね、使っていくとね、かなり攻略しやすくなると思うんでね、もしよかったら皆さんも真似してみてください。はい。で、このチャンネルが気に入っていただければ、いいね、チャンネル登録、
よろしくお願いします。そしてコメントの方もね、たくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。